スタッド・ドゥ・ジュネーブは、スイスのジュネーブ州・ランシーに位置する、ラグビーサッカー兼用球技場、スーパーリーグのセルベット FC の主な、試合会場である。コケラ落としは2003年で、公式の会場は、スイス対イタリアの親善試合が行われた4月30日とされているが、それに先立つ3月16日に行われた、セルベット FC 対 BSC、ヤングボーイズが、 最初の試合だった。UEFA 欧州選手権2008では、グループ A の試合が行われた。スイス連邦鉄道は2003年3月16日付で、東急議場の裏手に、臨時駅ジュネーブイコールスタット駅ケネベイスタットを開設した。国際試合や野外ライブなどの際は、コルナバーン駅から臨時列車が運行されるが、セルベット FC の通常の試合の際は運行されず、 公共交通機関によるアクセスは、手前のランポンイコールルージュ駅または、ランイコールバシェット駅からの徒歩または、バス、路面電車などの市内交通機関によることとなる。ジュネーブイコールスタット駅。ありがとうございます。